ード誕生。アクションサウンドが炸裂。その戦いが君のものに。サウンドバトラー、ハワード&バルタン。ウルトラマンたちのアクションサウンド、リアルに再現。ウルトラマンサウンドバトラーシリーズ、続々登場。精密な威球、鋭い彩色、手に取らなければわからない本格派リアルフィギュア、 HG シリーズウルトラマン、200円専用ガシャポン。94年9月衝撃のデビュー。誰だ？バルタン星人と戦うために君の体を貸してほしい。どうすればいい？このカプセルを掴むんだ。あのウルトラマンパワードが今話題のニューマシーン 3DO の専用ソフトとして登場しました。実写取り込みによりかつてないスーパーリアル映像のバトルゲームが完成したのです。背景はもちろん、パワードをはじめとするキャラクターは全て本物。究極のバーチャルバトルがついに体験できるのです。ビデオ映像をふんだんに使用して完全にパワードになりきってバトルアクションを楽しむビジュアルモード、徹底的にバトルゲームを追求したバトルモード、2人対戦で熱くなる VS モード、貴重なスチールカットを多数収録したデータベースモードといった4つのモードは 3DO の機能をフルに活用して今までにはない CD-ROM ソフトの世界を展開します。 3DO 専用ソフトウルトラマンパワードはバンダイより絶賛発売中です。調査ネットワーク機関ウィナーでは、今までに戦った怪獣や宇宙人たちのデータが全て保存されている。今日は君たちにその貴重な記録をお目にかけよう。ウルトラビッグファイト、ウルトラマンパワード怪獣大図鑑。3匹がいるわけだ。なら3匹仕留めてやる。地球侵略を狙うバルタン星人が出現した。なんてやつだ。彼らは合体して巨大化することができるのだ。でかい方が狙いやすいってもんです。そうだな。宇宙忍者バルタン星人、身長ミクロから65メートル、体重0から23000トン。体は伸縮自在で分身やテレポーテーションなどもできる。両手の巨大なハサミからは反重力ビームと呼ばれる衝撃波を発生させ、一撃で高層ビルも粉々にしてしまう。また翼を広げて空中を自由に飛行することも可能だ。どうしたの？奴らが来た。
誰が来たって。宇宙忍者サイコバルタン星人、身長ミクロから75メートル、体重ゼロから26000トン、巨大に発達した脳を持ったとても頭の良いバルタン星人、強力な精神波サイコウェーブを発して部下や怪獣を操る。地底から凶暴な肉食の怪獣ケムラーが出現した。怒ると背中の甲羅を開いて敵を威嚇する。怪獣ケムラー、全長85メートル、体高35メートル、体重3万トン、尻尾の先端から吹き出すブラッドガスと呼ばれる猛毒のガスが武器だ。敵を一瞬のうちに窒息死させる。背中に急所があるのだが硬い甲羅ですぐにガードしてしまう。行くね。南米ギニア高地はまさに怪獣の巣だ。今日もレッドキングとチャンドラーの戦いが始まろうとしている。ニューヨーク怪獣チャンドラー、身長50メートル、体重18000トン、戦い好きな怪獣で自分の住処に入ってきた奴には容赦なく攻撃を加えてくる。翼を使って風速80メートルを起こすウィングスパイラルが武器だ。毒の怪獣レッドキングメス、身長60メートル、体重3万トン、最大の武器は高層ビルも破壊する尻尾の一撃テイルハンマー。この攻撃を受けてはさすがのチャンドラーもダウンだ。ハワードとレッドキングの決戦が始まった。その時もう一頭のレッドキングが現れた。毒の怪獣レッドキングオス、身長70メートル、体重42000トン。メスのレッドキングのピンチに駆けつけてきたのだ。メスを守るためにはどんな敵にも立ち向かっていく。そのパワーはメスの2倍、まさに地球最強の怪獣だ。地元の伝説によればピグモンはこの山岳地帯の洞窟に住んでいると言われているんだ。小さな泥棒と呼ばれている。ビッグフットの伝説と同じで時々目撃はされるが捕まえた者はいない。ビッグフットか、こいつはいいや。おい君、小ビジネス界にデビューすれば夢のような大成功間違いなしと見たぜ。有効珍獣ピグモン、身長 1.3 メートル、体重20キロ、人間に味方する珍しい怪獣だ。
テレパシーで人間の考えが分かり、5、6歳の幼児ぐらいの知能も持っている。さらに危険感知能力もあるのだ。大慈悲テレスドンだ。凶悪な地底人が地上征服のために送り込んできたのだ。地底怪獣テレスドン、身長62メートル、体重13万トン、くちばしと爪を使って地底を高速で掘り進んでいくことができる。全身を覆う硬い皮膚はウィナーやパワードの攻撃にもびくともしない。目にまぶたのような特殊フィルターをつけているので、弱点である強い光も平気になっている。大好物の地底怪獣だから、ウラン鉱山や原子力発電所をよく襲う。妖精殺されるぞ。うざい、帰らせ。俺のウランに触るな。あっち行け。して発電所から遠ざけないと。ウラン怪獣ガボラ、身長85メートル、体高45メートル、体重5万トン。ウランを食べているガボラはすでに全身から放射線を出している。ミサイルもロックできないほどの強力なものだ。起こると頭の殻がひまわりのように開く。娘を離してほしけりゃここまで来てみな。その子、どうしたんだ。その子を離せ。ママ、宇宙飛行士ジャミラ・ミラー少佐が木星付近で漂流中に謎の宇宙生命に乗り移られ怪獣化してしまった。徐々に人間の心を失い凶暴になっていく。おい、やばいぞ、大佐、逃げましょう。早く。早く外へ出るんだ。ママ、もういい、ほっとけ。生成怪獣ジャミラ、身長 1.8メートル から60メートル、体重80キロから18000トン。チタンでできた体は非常に硬い。恐ろしい怪力の持ち主で
ウルトラマンパワードですらねじ伏せてしまうほどだ。リーチの弱点は皮肉にもわずかに残った人間の心だ。やめて！ザンドラーは人間の度重なる環境破壊に怒って出現した怪獣だ。灼熱怪獣ザンボラー、全長87メートル、体高45メートル、体重5万トン、全身から高熱を発し周囲のものを燃やし尽くしてしまう。あまりの高温にザンボラーの周りの空気は歪んでしまい、レーザー光線ですら屈折してしまうのだ。ネットワークの中に潜む意思を持ったコンピューターウイルス、それがダダだ。人間をプログラムの中へ引き込み、肉体を手に入れようとしているのだ。はい、後ろだ。三面怪人ダダ、身長0から55メートル、体重0から1万トン、手の先からニュートロン光線という特殊な光線を発射、敵の動きを封じたり破壊したりする。また分身、合体、テレポーテーションなど超能力を自在に使う油断ならない怪人だ。3000年前の古代人類によって封じ込められていた怪獣が蘇った。なんだ、悪魔と恐れられる怪獣なのだ。なんだよあれなんだかよくわかんないけど、すっごい特ダネだわ。生殖発泡怪獣アボラス、身長65メートル、体重3万トン、特殊な音波で封印が解け現代によみがえった。恐るべき生命力の持ち主で、ミサイルの直撃を受けても立ち上がる。口から強力な青い溶解液を発射して相手をドロドロに溶かしてしまう。赤色火炎怪獣バニラ、身長65メートル、体重3万トン、アボラスと同じく3000年前に封印されていた怪獣だ。口からは高熱の火炎を吹き出す。もう一度特殊音波で封印されない限り、何度でも蘇ってくる不死身の怪獣だ。二大怪獣は町を破壊しながら戦い続ける。こりゃ超ヘビー級の試合だわ。
海底のパイプラインを襲う巨大な人で、その正体はテスターだった。こっちに来るわ、ミサイルをロックできる。こんなに近くから撃ったら俺たちもおだぶさ。捕まったわ。エンジンを全開にしろ。振り切るんだ。宇宙フェスター。身長55メートル、体重46000トン。石油が大好物で、タンカーや油田を次々と襲う。普段は体を2つに折って人手のような姿をしている。体内にいっぱい詰まった石油を使って火炎を吐き出すことができるのだ。これ以上スキルはさせんぞ。大雨の夜、1億8000万年前の恐竜ゴモラザウルスのミイラが大量の水分を吸収して現代によみがえった。体重ゴモラ、身長65メートル、体重55000トン。凶暴な肉食怪獣だが、悪意はなく本能だけで暴れ回る。武器は頭部の巨大な角と太い尻尾だ。激しい突進力で相手を弾き飛ばしてしまうのだ。ゴモラにかかれば小さな町ならひとたまりもなく壊滅するだろう。どうしたのかしら。よみがえったばかりのゴモラは体のコントロールがうまくできないのだ。レッドキングを圧倒する強さの宇宙怪獣が襲来した。水星怪獣ドラコ、身長60メートル、体重3万トン。あのバルタン星人がパワードの戦力を調査するために送り込んだ怪獣。両腕に隠されているナイフはレッドキングを一瞬で倒してしまうほど強力だ。ドラコの全身は生体反射外骨格という特殊な硬い皮膚で覆われ、パワードの必殺技もことごとく跳ね返してしまう。負け自慢じゃないだろうな。怪獣が地球にやってきた。バルタン星人がパワード抹殺のために送り込んだゼットンだ。
開始。宇宙恐竜ゼットン、身長 99.9 メートル、体重66,666 トン。ドラコが集めたパワードのデータを全て身につけ、力、技ともにパワードをはるかに上回っている。パワードの光線技を吸収し、数倍にして跳ね返してしまう。口からは一兆度の火の玉メテオ火球を吐き出す。しゃあ、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 強力な怪獣や宇宙人が攻めてきても、その特徴がよく分かっていれば倒す手段だってあるはずだ。ウルトラマンパワードやウィナーも知恵と力で強力な敵を倒してきた。でも本当に必要なのは平和を愛する心だってことも忘れないでくれよ。